こんにちは、ダイレクトライン社長の広島です。今回は難しいコード進行に慣れる練習方法を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。コード演奏をやっていて難しいコードに出くわしてしまうと、そこで一瞬ストップしたり、あれどうやって弾けばいいんだろうというふうに考えてしまってはフラストレーションがたまりますよね。難しいコードが出てきた場合でもスムーズに弾けるための秘訣その1は、キーを簡単にしないということです。名曲解説シリーズなどではわざと分かりやすくキーを C などにしているんですが、このように難しいコードをパッと弾けるためにはですね、簡単なキーにばかりしてしまう人、もしくはトランスポーズなどを使ってしまっていてはですね、そのコードが出てきた時にやはり思考停止になったり指が追いつかないというふうになってしまうので、まずはその原曲キーで弾くという練習をしてみましょう。12キー 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 とありますが、C キーばかりでやってるっていう方だったら、例えば普段使わないじゃあ B キーでやってみようというような練習をしていくといいと思うんですね。ではですね、ちょっと B キーでの、楽曲例としてミスチルのですね、未来を使ってみたいと思います。これがミスチルの未来のサビのコード進行になっています。これ見ていただいたらわかるように E メジャーセブンス、そして E 分の F シャープセブンス、D シャープサス4から G 分の D シャープ、G シャープマイナーセブンス、そして F シャープ分の G シャープマイナーセブンス、そして A メジャーから A シャープマイナーセブンス、フラット5、D シャープセブンス、G シャープマイナーセブンス、A のアドナイスなどというふうに、まあ結構いろいろなコードが出てくるので、ちょっとこれだけを見たら難しいかなと感じると思うんですが、実際にはですね、やってみればそんなことはないと思いますので、ちょっとまずピアノで見ていきたいんですが、今コードの上に黄色で数字を書いておきました。まず絶対にやってほしいことは、キーが難しくてもちゃんと数字で把握すること。そうすると今回のも、4536進行、よくある4536進行にそれを変形させたような感じなので、4から4分の5にして、3から6に行く間に半音下のベースを動かしたという流れ、そして6マイナーからまた5分の6マイナーというふうに考えられるわけですね。そして一度モーダルインターチェンジとしてフラットセブンスを使うんですが、次は G シャープマイナーに向かう251というふうに考えるんですね。そうするとこの A シャープマイナーセブンス、フラット5、D シャープセブンス、G シャープマイナーセブンスというのは非常に簡単。G シャープをターゲットとした251。そしてマイナーキーなので、マイナーセブン、フラット5から D シャープセブンス、G シャープマイナーセブンス。という風になります。まずはこのように、頭で理解しておくところから始めてください。では実際にピアノを弾いてみましょう。サビの最初の生まれたての僕らの前にはただの部分、最初は E のメジャーセブンス、これはですね、まず E コードを押さえてルートを半音下げればメジャーセブンスですよね。そしてベースの E をキープしたまま F シャープセブンス、この時通常の F シャープセブンスだと F シャープ A シャープ C シャープ E になるんですが、僕はいつもこの F シャープのルートはもう省略して、このように A シャープ C シャープ E という風に弾いてあげます。そうするとこのコードから右手が非常に簡単になりますよね。これが E のメジャーセブンスから E 分の F シャープセブンスの流れ、そして次 D シャープのサス4、D シャープのサス4というのは基本形がこのような音、 D シャープ、そして G シャープ A シャープ、ただ先ほどの E 分の F シャープの時トップノートが E にいたのに対して
ちょっと変わりすぎてしまいますよね。そしたら、ノートを D シャープにする。もしくはトップノートをこのように G シャープぐらいにしてあげる。というのもいいですよね。これもサードの位置、G の音が分かっていれば、サス方は半を上げるだけ。なので簡単です。そして次の G 分の D シャープ。この時は、ベースが D シャープのサードの G に動いて、かつ、サス方がなくなるので G に戻す。という流れ。そして次、G シャープマイナーセブンスの時。ベースは G シャープ。そして、右手では発想としては単三度上のメジャーと考えるので、B メジャーというふうに考えます。ですので、G シャープ分の B メジャーというふうに考えてあげると、すごい簡単ですね。最初の流れが E のメジャーセブンスから E 分の F シャープセブンス。そして D シャープのサス4から G 分の D シャープ、そして G シャープマイナーセブンスからベースが F シャープ分の G シャープマイナーセブンスとなります。そして A メジャー、これはモーダルインターチェンジなんで、いきなり A が出てくること自体はびっくりですが、 A コードのメジャーなのでコードを抑えるのはそんなに難しくないと思います。そして次ですね、A シャープマイナーセブンフラットファイブ。これの速み表は、ベースは A シャープでありながら単三度上のマイナーコードなので C シャープマイナーコードを弾けばいいんですね。なので C シャープ E、 そして G シャープと押さえてあげます。そして D シャープセブンス、まず D シャープメジャーを押さえます。 D シャープ G、 そして A シャープ、そしてルートの前音下、こうしてあげれば D シャープセブンスが完成ですね。もう一度やると、そしてまた G シャープマイナーセブンスなので、左手が G シャープで右手は B メジャーという発想。そして最後 A のアドナインスになるんですけど、左手が A に行っても B がナインスの音だっていうのが分かっているので、そしたらこの D シャープの音をサードの C シャープに下げて、F シャープも E に下げてやれば A のアドナインスという風になります。これで2段目もいきましたね。A メジャーから A シャープマイナーセブンスのフラットファイブ、そして D シャープセブンス、そして G シャープマイナーセブンスから A のアドナインスという流れ。もう一度1段目からいきますね。 E メジャーセブンス、そして E 分の F シャープセブンス、そして D シャープサス4から G 分の D シャープ、そして G シャープマイナーセブンスから F シャープ分の G シャープマイナーセブンス、そして A メジャーから A シャープマイナーセブンスフラット5、D シャープセブンス、そして G シャープマイナーセブンスから A のアドナインス。どうでしょう。こう考えたら、もちろん難しいですよ。難しいですが、ちゃんと対応できると思います。では一度ピアノだけで弾いてみますね。というこれが2カッコの流れで、結構すんなり弾けたと思いませんか？このようにですね、まずは原曲のキーから変えない。ただし原曲のキーから変えないけれども、ちゃんとどのようなコード進行かというのをまず先に数字で理解しておく。そして数字で理解したら、コード進行自体は意外と簡単な4、5、3、6の変形だなとか
そんな感じでまず頭に叩きつける。そして今度はコードの弾き方ですけども、このような4和音が出てくるときは3和音化すること。これは何度もやってますよね。マイナーセブンスが出てくるときには単3度上のメジャーを弾くとか、セブンスのときはまずメジャーコードを弾いてルートの位置を全音下げればセブンス。メジャーセブンスのときはルートを半音下げれば OK とか、あとはマイナーセブンスのフラットファイブ、名前はいかついですが、これも単3度上のマイナーコードを弾けば一発ですね。そう考えていくと、実は難しそうなコード進行もちゃんと理解しながらやれば簡単に弾くことができます。ですので難しいと思って手出ししないのではなく、しっかりと考えてちゃんとやり方さえ分かれば、どんな曲でも簡単とまでいかないかもしれないんですが、滑らかに弾けるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。